あと野田聖子議員の夫が元反社と裁判所が認めら判決を出したニュースについてひろゆきさんはどう思われますかこれ僕 Twitter でも書いたんですけども野田聖子さんアウトだと思うんですよね。さすがに元反社っていうのを隠しちゃダメでしょ。あの別に元反社の人でも僕言ってればいいと思うんですよ。いやうちの旦那元反社ですと。 あの、もう反省しているので、で、あの、一切そういう活動もしないので、何の問題もないんですけど、でもそういう事実があったので、そこであの気にされる方は本当にすいませんって言ってればいいんですけど、その、元反社でありながら、元反社が嘘だっていうので、出版社訴えて負けたんですよね。<laughs> でその出版社を訴えて出版社側が証人として組長を連れてきたんですよ。<laughs> お前俺の酒好き飲んだよな <laughs> って証人が言うの元組長が言っててはあみたいになってて <laughs> まあそれはそうだよねみたいな。っていうのでその,あのでは反社であることは過去過ちを犯したって言うので僕過去過ちを犯した人を永遠に責めるべきだとは思わないんですよ。 ただ過去過ちを犯したっていうのを嘘をついて隠すというのが良くないと思ってるのでなので元反射が良くないというよりは元反射であるという事実を隠して出版社を訴えたということを夫がやってるのを放置していた妻っていう意味で僕は野田聖子さんはアウトだと思ってるんですよ。 いやそのあのあここはちょっとあの,その要はあのその元反社だから良くないってい言い方で切り取られると僕は良くないと思うんでその若いうちに何か過ちでそのなんかたまたまヤクザになっちゃいましたとでもう反省してるしもうそんなこと二度としたくないと思ってるのであの社会の中でちゃんと普通の仕事をしてちゃんと稼いでますっていう人であれば僕それ全然いいと思うんですよ。 まあ全然というかまあ、過去迷惑かけたんだらちゃんと謝るべきだしでそれをなんか過去俺はこんなことしたからなんかすげえんだぜとか自慢するんだったらふざけんなって思うしそういうの自慢するんだったら社会には出てくんなと思うんですけどただから例えばその昔覚醒剤やってましたとかなんか犯罪やってましたっていうのでそれをなんか自慢にして本を売るみたいな人がいたとしたら仮にねなんかそれはお前ちょっとよくねえだろうと思うんですけどただその。 昔悪いことをしてたけど今本当に悪いことだと思うのでもうそういうのは全然してませんとなんか普通にあの飲食店で働いて稼いでますとかいいんですけどなんか俺昔悪だったぜでそのなんか悪だった生き方っていうのをなんか息子にも教えてなんかあの YouTuber として設けてますとか本が売れて良かったですみたいなやつは社会に出てくるのは良くないよねと僕は思うんですけどはい、まあ、置いといてで皆さんチャンネル登録お願いしますここをクリックタップするとチャンネル登録できるからクリックタップしてみてね そして他にもいろんな動画がありますそちらの方もご覧くださいそれではひげやじでしたバイバイ